ブルータス・ハミルトンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックの十種競技で銀メダルを獲得した。ミズーリー大学の学生だったハミルトンは1920年の AAU 主催競技会で五種競技と十種競技の両方に優勝してアントワープオリンピックの代表に選出された。競技では6位に入り、 十種競技では6771.085点を上げて2位に入り銀メダルを獲得することになった。4年後のパリオリンピックでは五種競技のみに出場して7位となった。彼はカリフォルニア大学バークレー校の運動クラブカリフォルニアゴールデンベアーズの陸上競技コーチに就任し33年間にわたって指導した。 このクラブは NCWA 選手権で6回団体優勝し、個人タイトルも14個獲得している。1932年ロサンゼルスオリンピックと1936年ベルリンオリンピックでは、アメリカ合衆国陸上競技代表チームのコーチ補佐となり、1952年ヘルシンキオリンピックではヘッドコーチを務めている。なお1950年には、 ミズーリ州の最も偉大なアマチュア陸上選手に選出された。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマー、ゲームズ、メンズディキャサロン、ハットアスレチックスアットザ1924パリサマー、ゲームズ、メンズペンタスローンアーカイブ2011年12月24日、ウェイバックマシンブルータスハミルトンプロフィール、アットザトラックフィールドホールオブフェーム。ありがとうございます。